中日立浪監督からの退任の申し出を受けた、加藤球団本部長が取材対応し、3年間の戦いぶりを総括した。監督からは1年目は様子を見ますとスタートし、2年目から監督なりに動いた部分もある。3年目については足りない部分を少し補強しました。就任イヤーとなった2022年の再開を受けて、二遊間を変えたい。阿部は楽天へ、京田は DeNA ともにトレード移籍した。翌23年も低迷し、球団ワースト2年連続再開。今季は巨人中田を補強するなど戦力を整備するなどしたが、現状は再開争いを演じている。基本的な方針は若い選手を一人でも多く一人前にしたい、と。皆さんもそう感じていると思います。その方向性については、全く間違っていないと思います。若い選手を一人前に育てるのはそう簡単にはいかないな、というのが僕の実感です、と語った。若い選手を一人前にしたいなんてのは方針でも何でもなく、どこの監督でも目指すことやろ。問題なのは立浪監督とフロントが目指すチーム像をしっかり描いてそれに取り組めたかじゃない？ファンとしては、何がしたかったのかさっぱりわからんかったわ。最初は守り勝つ野球と言いつつ、二遊間トレードで新人にお任せ、中田翔やらカリステガイや、ジグハグにも程がある。はっきり言って失われた3年だと思うわ。フロントも変わらなければ当面このままだと思うで。この3年間、電撃放出トレードや他から補強や、いろいろやってきたけど、試合に勝つという結果に繋がらなかったな。片岡コーチもヘッドやったところで、全く効果なし。高津監督を怒らせただけか。自力での4位も消滅したから。結局は立て直しを解体して、土台から作り直しやな。監督なりに動いて結果が悪化しまくってたらそれは大失敗なんよな。二遊間解体とかやり方がおかしいし、長い目で選手を育てるのならなおさら二遊間を即解体するのなんてありえなかったやろ。若い選手を一人前にしたいと思うのは、当たり前よな。方向性は間違ってなくてもこんな成績が続くなら、退任は当然かと。